皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。大リーグで日本人にとってサプライズがありました。大谷翔平選手が、YOSHIKIさんに送ったプレゼントに日本人が騒然となっています。総額いくらよ、などという冗談も飛び交うほどです。山本由伸選手を含め、夢の共演が実現しました。さながら異種格闘技戦です。米大リーグドジャースの大谷翔平選手は16日、本拠地ナショナルズ戦に2番 DH で先発出場しました。試合前には XJAPAN の YOSHIKI さんと対面しました。大谷翔平選手と山本由伸選手からプレゼントも贈られたようです。日本ファンも総額いくらよ、夢の共演と騒然としていました。今回なぜ YOSHIKI さんが大リーグの試合に現れたのかというと、ある理由がありました。YOSHIKIさんは試合前、グラウンド上に設置されたピアノで感情たっぷりに名曲エンドレスレインと米国国歌を生演奏したのです。これには観客から大きな拍手を浴びていました。ダグアウトでは大谷翔平選手、山本由伸選手とも対面しています。その様子はネット上にあまた上がっています。ドジャーブルーのシャツに白のジャケット、サングラス姿で嬉しそうな表情を浮かべていました。大谷翔平選手、山本由伸選手のユニフォームをプレゼントされたようで、背番号部分にサインが入ったものを手にしていました。超レアな2枚になりそうです。ドジャース公式 X がスリーショット実現を伝えると、日本ファンからは夢の共演、豪華なスリーショット、すごすぎるスリーショット、この3人で新しいバンド組んでほしい、日本の誇りが3人並んでるの豪華すぎんか、なんちゅ、スリーショットだ、総額いくらよ、などと注目が集まっていました。その分野で高みを極めた面々が出会ったということで、双方のファンが歓喜しました。しかも、それぞれが日本人であること、その催しが現地アメリカで行われたことなどがとても印象深かったシーンでした。ドジャースの大谷翔平選手の口座から不正送金したとして、銀行詐欺の疑いで元通訳、水原一平容疑者が訴追されたことで、大谷翔平選手が会見で主張した潔白が証明されたこととなります。これで開幕直後に発覚して大騒動に発展した違法賭博問題が一区切りだが、同時に早急な修正が求められる重大欠陥も浮き彫りになりました。連邦地検のエストラダ検事は、水原容疑者を銀行詐欺容疑で訴追した11日の会見で不正な送金の手口などを明らかにすると同時に、大谷は被害者だということを強調したい、送金を許可していないと大谷翔平選手は潔白だと強調したたえていました。真実が明らかになったことで、大谷が送金を知らなかったはずがないという最大の疑問の一つは解消しました。しかし、改めてクローズアップされたのは大谷翔平選手の金銭や自分の口座に対する無頓着さ、水原容疑者の大谷支配代理人を務めるネズバレロ氏によるチーム翔平の穴だったのです。オレンジカウンティレジスター紙のビル・プランケット記者は、多くのアスリートが信頼する人に自分のファイナンスを任せる、それが実は信頼できない人だったという話はこれが初めてではないと前置きすると、こう苦言を呈していました。ネズがどのくらい大谷の事業に関わっているかはわからないが、何千万ドルもの管理をするのはとても難しく、私は翔平は一度座ってじっくり自分にとっても難しい質問をするべきだと思う、と綴りました。その上で、もっと自分の金銭についてしっかり責任と関与を持った方がいいとは思う。確かに1600万ドルは彼にとってはかすり傷程度だが、大人になり、たまには自分で自分の面倒を見るべきだ、としています。今回の件では大谷翔平選手の落ち度を指摘する報道も見られたのですが、ロサンゼルスタイムズ紙のジャック・ハリス記者は次のように述べています。学んだのは、大谷が関与したある種の卑劣なギャンブルスキャンダルについてではなく、おそらくこの男がいかに得意なことに集中してこれまでやってきたか。彼は銀行口座を定期的にチェックすることすらできなかったほど野球に熱中していた、とやんわり否定していますが、アメリカの配慮も感じられる記事となっています。その上で、今後は私生活や金銭面などについて、より良いバランス、
あるいは少なくともより良い安全策を講じる必要があるということ。野球に集中できるようにするためにもね。今回はその代表的な例となったと見直しを進めていました。大谷翔平選手にとって今回は高い勉強代となったのではないでしょうか。米スポーツサイトアスレチックのファビアン・ガルダーヤ記者は、根津はなぜもっと強く水原容疑者に口座の開示を押さなかったのか。確かにこの体制がうまくいっていたからわざわざ崩す理由がなかったという見方もわかるが、エージェントの仕事はクライアントを守ることで、実際は何かが壊れたから1600万ドルにつながったんだとバレロ氏への疑問を口にしていました。明らかに巨額ですから、どこに責任を負わせるのでしょうか。米紙ウォールストリートジャーナルや米紙スポーツビジネスジャーナルは16日までに大谷翔平選手の代理人事務所 CAA が大谷のサポート体制を再編する見込みと伝えていました。経理担当、財務マネジャー、会計士、個人ブランドのマーケティング担当などの見直しが考えられるが、詳細は不明です。これまで野球にだけ集中しパフォーマンスで世界の野球ファンを魅了してきた大谷翔平選手、皮肉なことではありますが今回の事件が自身を見つめ直すきっかけになったようです。ドジャース6対2ナショナルズ。ドジャースの大谷翔平選手は5打数2安打で4戦ぶり9度目のマルチ安打をマークします。3試合連続安打で打率を341に上げました。しかし3度の得点機はいずも凡退し、3月20日の韓国開幕戦で左前敵地打を放った後は20打席連続ノーヒットでした。シーズンの得点圏打率は053となっていたのです。試合後の監督会見、米メディアは大谷が3度の得点機にいずれも初球打ちで凡退した点を疑問視した。質問を受けたロバーツ監督は、翔平はとても積極的な打者と前置きした上で、得点圏に走者を置いた場面でいつも以上に超積極的だと思うので落ち着かないといけない、投球を見るように伝えるつもりだと苦言を呈しました。この日は1番ベッツが自己最多の1試合5安打をマークして2打点の活躍していました。大谷翔平選手は初回の打席で技ありの左前打で先制点をお膳立てし、チームの3連敗阻止に貢献していました。同年4月12日日本時間、大谷翔平選手の元通訳水原一平容疑者が大谷翔平選手の銀行口座から1600万ドル約24億円を不正送金した疑いで訴追されました。アメリカの捜査当局は本件について会見を開き、水原容疑者の手口について説明しました。大谷翔平選手の口座の連絡先を自分の電話番号に変更したそうです。そして大谷翔平選手になりすまして銀行に連絡を取っていたといいます。そして当局は大谷翔平選手は被害者だと強調したいと述べていました。特に印象的だったのは、疑惑を払拭するべく何度も被害者だと述べていたことです。問題が発覚してから約24日後、ついに大谷翔平選手の身の潔白が証明されたのです。在米ジャーナリストはこう語っています。訴状によると、大谷翔平選手は4月2日から3日に当局から事情聴取を受けたそうです。しかし両日とも本拠地でジャイアンツ戦にも出場していました。そんな中、3日には今季初のホームランまで放っています。激動の日々が続く中、いつも通り活躍できることに驚かされます。それを支えてきたのは妻のまみこさんだったことでしょう。9日には大谷翔平選手は感謝の思いを明かしていました。ここ数週間いろいろあったので、まあ隣に誰かいるかどうかはだいぶ違うと思いますし、そういう意味ではすごくいてくれてよかったなと思ったことはあったかなと思いますね、と述べていました。スポーツ紙記者は次のように言います。水原容疑者の一件があって以来、夫婦の絆は一層強くなったようです。3月29日にはラフな服から金のネックレスをチラ見せした大谷翔平選手の写真が SNS にアップされ、話題になりました。彼は普段アクセサリーを身につけません。結婚指輪すらつけていないのです。前代未聞のことなので、ファンの間ではマミコさんとお揃い、結婚指輪をネックレスにぶら下げていると憶測が飛び交っていました。どちらにせよ奥様の影響は絶対にあると思われます。大谷翔平選手は
マミコさんの誕生日にお揃いのスニーカーをプレゼントしたと言われています。おしゃれに積極的になったと言われています。実際はモデルの経験もあるマミコさんが引っ張っているようです。1年前の2月、大谷翔平選手がパーカの紐をリボン結びにして球場入りしたことがあります。これはバスケットボール選手時代のマミコさんの定番スタイルでした。写真も数多く残っています。リボンには人と人を結ぶ、すなわち良縁や絆という意味が込められています。婚約前後の時期なので、彼女が願いを込めて結んであげていたのかもしれませんと現地の人は述べています。また日本ハム時代の大谷翔平選手はヘアスタイルには無頓着だったことで知られていました。興味はないですね。面倒くさいというのもありますが、黒の方がいい、普通の社会人だったらできないですから、とご本人は述べています。それまで髪型も色も変えなかった大谷選手でしたが、ドジャース入団以降は七変化を披露しています。前髪を伸ばして、昨年12月の NFL 観戦ではセンター分け、今年2月のファンフェスタは七三分けとコロコロ変えていました。これに関してもマミコさんの指南があったのかもしれません。彼女は御朱印集めが好きで、新人深い一面があります。髪型を変えると運気が上がると言いますし、移籍に伴って気合を入れ直して欲しかったのかもしれません。大谷翔平選手はマミコさんと交際してから続々と大変身を遂げています。次なる一手はどういったことなのでしょうか。一部報道によると、大谷翔平選手はハワイ島のマウナケアビーチにオフシーズン用の豪華別荘を購入する予定で、交際中の2022年に見学に来ていたとのことです。この選択もマミコさんとの将来を考えてのことでしょう。ハワイ島は世界三大パワースポットの一つ、マウナラニの洞窟があり、スピリチュアルな意味でも魅力的な場所となっています。大谷翔平選手は2016年日本ハムの優勝旅行でハワイを訪れた際、わざわざ宿泊先から1時間かけてパワースポットに足を運んでいました。世界有数の聖地となれば、きっと興味を持つことでしょう。ちなみにマミコさんの選手時代のコートネームはマナ、ハワイ語で神の力という意味です。夫婦にとってゆかりの深い土地としか思えません。いかがだったでしょうか。今回は大谷翔平選手の近況を探ってきました。大谷翔平選手は昨年10月にデコピン LLC という不動産売買を目的とした会社を立ち上げ、ハワイに支社を設立しています。会社の事業内容にはスポーツ教室がありました。今年3月には日本支社も作っていますが、事業内容として不動産以外にスポーツ施設、スポーツ教室等の経営支援業務も掲げています。マミコさんはかつて、将来的には全国の子どもたちにバスケットボールを教えることが夢と語っていました。会社設立はその願いを実現するための第一歩だと考えられます。ハワイの別荘には練習施設も併設予定だと報じられていますし、現地の子どもたちに向けて夫婦で野球とバスケットボール教室を開く未来もありえるかと勝手に想像してしまいます。水原容疑者が出廷した13日にも本塁打を放ち、日米通算1000安打を達成した大谷翔平選手、マミコさんの神の力でこれからは月が回ってくるはずだと信じたいと思います。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。